どうもー、マークパンサーです。そういえばヴィッセル神戸の開幕戦に行きました。ノエビアスタジアム、すごかったなー。25,000人以上入ってたのかな、お客さんが。ちょっとコロナウイルスの関係でチャントや歌を歌ったりとか、あとそのドンドンドンとか楽器を使ったりとか、そういうのは全部自粛ということで、拍手と、まあ、クラップだけで、応援してたんだけども、ヴィッセル神戸のサポーターたちのクラップがすごいね、雰囲気良かったんですよ。みんなね、なんかね、一つになってた。なんかね、ちょっと感動したの。僕はあの横のあのVIPの席から見てたんだけれど、でゴール裏のこうサポーターたちが一つになってクラップだけで選手たちをこう応援する姿がもう、うわーすごいね、なんか感動してしまってね、なんかいいね、なんかすごく良かったな。試合の方も前半1点取られちゃって、うわー1点取られちゃったよとかいう感じだったんだけれど、なんていうのかな、5回か6回ぐらいチャンスがあって、あとこう危ないところも何回もあって、で危ない時はこう前川っていうゴールキーパーがいるんだけど、すごいナイスセーブをしてくれて、で5、6回ぐらいチャンスのところも、もう本当にねギリギリで入らなかったんで、うわーやっぱこのまま終わってっちゃうのかなと思っても、僕はねスタジアムですごく、あ、そういう話をするなら、そのスタジアムの模様をお見せしましょうか。ちょっとこんな感じです、どうぞ。さあやってまいりました、ヴィッセル神戸。あれ、アイリーがいない。ヴィッセル神戸の応援に来ております。ノエビアスタジアムの、バックステージですね。おー、イエス、おっと、大蔵さんおりますね、皆さんおります、イエーイ。そう、これから裏動線で入っていくわけなんです。おはようございます。みんなでがっつり応援しようと思います。楽しみ楽しみ。あれ、二日酔いじゃないんですか。一緒でしょ。今日は応援して、ちょっと汗かいて、応援しましょう。ヴィッセル神戸頑張れ。目的地に到着しました。お疲れ様でした。ただいまVIPエリアの入り口に来ております。イエーイ、こびしみです。本日はですね、ヴィッセル神戸の開幕戦に来ております。開幕戦ですね、残念ながら DJ はないんですけども、試合は見ようと思いますので、がっつりと応援しようかなと思っております。こんにちは。お、クラップ、拍手は OK なんな。満員です。さあやってまいりました、ヴィッセル神戸開幕戦です。残念ながらですね、 DJ をやることはできなかったんですけど、この試合を応援したいと思います。例えばピッチにはですね、見えるかな、いますね、イニエスタもいます、酒井もいますし、ウォーミングアップ中です。サポーターたちの方もものすごいノリです。頑張れヴィッセル。さあ前半13分コーナーです。さっきからいいプレーをすごいすんだよな、なんか入りそうな予感。さあちょうどですね、ハーフタイムなんですけれども、 1-0 で負けております。惜しいゴールが3回4回ぐらいあったんですけど、決まりませんね。多分後半戦逆転期待できるんじゃないのかなと思いますので、後半戦も変わらず燃えるような応援を。今日はですね、ちゃんとやね、太鼓とかね、そういうのが使えないので、みんなクラップでね、あそこ頑張ってるんですけども、全員クラップでね、拍手だけで頑張って応援しているんですけれども、まあ、結構チームに伝わってるんじゃないかなってぐらい、全員なんか息の合った拍手をやっております。さあそのクラップで後半戦もがっつりと応援したいと思います。それでは
だんだん夕方になってくると寒くなってくるね。でも天気がめちゃくちゃいいんだよ。ほら後半今61分目に入ってますね。さあ相変わらず1点ビハインドですけれども、なんか後半フォワードが2人増えて、小川とドゥーグラスが入っていい感じの攻めに、トイレに行ったらゴールシーン見れんかった。あさあ残り2分になってですね、1-1です。さっきトイレに行ってる間にね1点古橋が入れてね、もう今日の点はねこの1点が見れなかったことじゃないかな。あと1分です。ここで1分で2点目が入るかどうか追いかけてみようと思います。さあここの酒井が取った、ランクレーにパス、レオ、これはサンペールからレオ、最後のコーナーキックです。これがラストになるんでしょうか。蹴るのはイニエスタじゃないですね。無事終了、1-1の引き分けでした。いやでもよかったね。今日の、悔しいのは同点のゴールが見れなかったことです。これからはちゃんとハーフタイムにトイレに行くことにします。そうというわけでまたね、バイバイいかがでしたでしょうか。もう本気で悔しいんですよ。もう頼むよ。やっぱねサッカーの試合はもう試合中にトイレ行っちゃいけない、これ教訓ですね。絶対に試合中はトイレ行っちゃいけない。だからやっぱり並んででもハーフタイムの時にトイレに行かなきゃいけないっていうのがもう分かりました本当勉強になったな。今回、まあ、ちょっと DJ ができなかった分なんか倍ちょっと燃えようかなとか思うので、がっつりとなんか燃えるような応援をしたいなと思っております。今回もねユニフォームをね着てね行ったんですけども、晴れたらいいなあ。でもノエビアスタジアムは屋根がこう閉まるから、あの晴れなくても雨でも試合ができるんだよね。すごいよなやっぱな。あと次はデイじゃなくて夜スタートだからまたなんか雰囲気が違うんだろうね。でもなんかすごくヴィッセル神戸が好きになったんで、なんかこれからもちょっとがっつりもう本気で応援していこうかなと思いますね。もう阪神タイガースと同じぐらいの気持ち、同じぐらいって、まあ、本当に阪神タイガースは大好きなんですよ。もうそれはねもうしょうがないんですよ。もう30いやもう43年前ぐらいから、いやもっと前だろう、もうほんと5歳とか4、5歳ぐらいの時から好きだったんじゃないかな。だからもう46年前ぐらいかね、からもうすっごい好きで、ずっとそっからもう縦縞一筋だったんですけど、まあ、これからこの関西で神戸で野球ではなくサッカーを応援する。僕サッカーはずっとフランスが好きで、フランスのマルセイユっていうところで生まれたんですよ僕。でマルセイユのチームがすごい好きで、でももちろんフランス代表っていうのがすごい好きで、コパから始まりプラティニーね、もちろんジダンで今有名なエムバペ、ベンゼマ、レアルマドリードにいるベンゼマとかそういうのがすごく好きで、
ねえ、そうなんですよ。でもサッカーはね、本当にフランスチームが大好きだったんですけども、 J リーグがね、いまいちね、あまり見てなくて、でも僕の愛するマルセイユ、生まれたマルセイユと実はこの神戸が姉妹都市、こんな縁ないよね。姉妹都市のヴィッセル神戸と一緒に甲府にやれる。そしたらヴィッセル神戸がなんとグローブと同じ25周年、やっぱり25つながりっていうことで、ちょっとね、もう頭の中がね、もうめちゃくちゃ盛り上がってるんですよ。それで開幕戦見たわけじゃないですか。で、開幕戦見たら、なんちゅうの、この自粛モードなにもかかわらず、このクラップだけ、クラップというものだけお持ち、こう応援するこのサポーターの姿にもう感動しちゃって、でそれに応える選手たちがやばくて、イニエスタのもうこのすげえプレーがまたすごくて、古橋のあのゴール、酒井のパス、もうやばくて、すごかったな。サンペールのねパスもすごかったな。確か酒井、サンペール、古橋で、古橋が入れるんだよね。すごかったね。誰だっけ、あのディフェンスにいるダンケルだっけな、がいつもこうコーナーキックとかこうセットプレーがあるとき、前線に来て、やっぱ背が高いから前線に来てこう暴れ回るんだよね。でカウンター食らおうとすると、うわディフェンダーいないじゃんとか思ったときに、山口がいたりとか、おなんかすごいちゃんとしてんじゃんこのチームみたいな感じでね、なんか見てて感動したのよ、本気で。これ絶対に今年なんかすごいことが起きそうな気がするんで、もう全身全霊応援しようかなと思っております。というわけでですね、本日は車の中からお届けしました。あとね、ヴィッセルの見に行ったところをちょろっとお見せしましたけれども、いかがでしたでしょうか。というわけで、これからもヴィッセルを応援していきます。というか J リーグを、応援していこうかなと。まあ野球もね、もちろんね、今まではもう阪神、ヴィッセルなんだけれど、これからはだからプロ野球、J リーグっていうのを応援してて、いろんな試合を見ていろいろ勉強していって、なんか盛り上がっていこうかなと思います。というわけで皆さん、ヴィッセル神戸の皆さん、これからもよろしくお願いします。一緒に応援していきましょう。というわけでマクファーサーでした。またね、バイバイ。